テロップつけます。あれ、ちょっとミスっちゃった。ドラよし、こんにちは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、こんばんは、ありがとう、こんばんは、やっほやっほー、ありがとうございます。ケンシンさん、ゴレンジャーダルミミカンパンチ、ありがとうございます、ありがとう。キーさん、グーグー、ありがとうございます。兵庫花火、ありがとうございます。ミルキーウェイ、よいお年を、ありがとうございます。まことさん、花火ありがとうございます。マルルン、花火ありがとうございます。兵庫花火、ありがとうございます。ありがとう。チョキマル花火、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、ありがとう、やっほー、こんにちはね。めっちゃ色落ちしたよね。もうなんかすごい色になっちゃってる今。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ミルキーウェイ、年越しそば、ありがとうございます。こじこじ花火、ありがとうございます。キーさん、花火ありがとうございます。たかちゃん、よいお年を、ありがとうございます。みやびさん、年越しそば、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。今日は12月31日、土曜日の、夜の5時、めちゃめちゃ上手に言えない、夕方か夜の5時くらい、5時過ぎちょっとですねこんばんは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、たかちゃん、よいお年を、ありがとう。よいお年、すいません、電波悪かったので一回止めました、ごめんなさい。小太郎さん、花火ありがとうございます。マッキー、年越しそば、ありがとうございます。メガネのきよみちゃん、よいお年を、ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ明るくなったね。めちゃめちゃに色落ちしてるね、急激に。初めて来てくれた方もありがとうございます。やばい、ちょっと安定しなさすぎる。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうにかこうにか。ちょっと酔うかもしれない人がいたらごめんなさい。ここに置けば安定しそう。余白が気になるが、しかし仕方がないかしらこんにちは、来てくれてありがとうございます。なんで電波悪いんだろう、どうしよう。Wi-Fi 切ったのに、これ以上対応できないぞ。こんにちは、来てくれてありがとうございます。つーつん、年越しそば、ありがとうございます。ロミオさん、よいお年を、ありがとうございます。えのさんさん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。みみちゃん、お疲れ様、お疲れ様。来年もよろしくね、よろしくお願いします。さっきは今いない、散歩に行ってます。ちょうどお姉ちゃんが連れて行って、今散歩に行ってるからいないんだよね、お家に。やばいね、ちょっと待って、これもダメだな、こうしたらいいな。ちょっと待ってね、今模索中って感じなので少々お待ちくださいませこれ、このままで行きたい気持ち。えのさんさん、ハート、ありがとうございます。ゆいなちゃん、花火、ありがとうございます。ありがとう。2022年、ありがとう。こちらこそ。やばいどうしよう、どうしようもできないご様子だ。このまま頑張っていきたい。分かった。いい方法を思いついた。これでこう支えればいいんじゃない？こうやって。すごい視界が気になるね。分かったよ。これでいいんじゃない？これ一番気にならないんじゃない？どう？気になる？ちょっと待って。ちょっと待って、模索中なので。模索してから配信始めてほしかったよね。すみません。ほらほら、これでいいじゃない、これがいいんじゃない、一番しっくりきました。こうさせていただきます。スタンドないの、ごめん。ゆいなちゃん、花火、ありがとうございます。読んでたかな、ごめんね、何度も読んじゃったかも。こんばんは、来てくれてありがとうございます。お疲れ様です。あったかくなってきた、やっと部屋が27度にしちゃったもん。群馬本当に寒くて、ちょっともう大変なことになってました、夜が寒くて。お疲れ様です。来てくれてありがとうございます。今日のこの配信が2022年ラストの配信ということで、
皆様今年も本当にありがとうございました。私立ってない、座ってる、ちゃんと座ってるし、下にあの座布団みたいなのも敷いてるので大丈夫です。ありがとう、心配してくれて。12月31日ということで、もう今年が終わるまであと5時10分なので、5時間弱で今年も終わりますね。早かった。今年もあっという間でしたけど、もう31日になりました。びっくりだ、びっくりびっくりというか、毎日さ日にちは経っていくのを感じてたので、まあ、今更びっくりってわけじゃないんですけど、でも本当に今年が終わっちゃうんだっていう気持ち。2022年も本当にありがとうございました。みんな応援してくれたみんなに感謝の気持ちでいっぱいな1年です。本当にありがとう。こんにちは、お疲れ様です。相変わらず殺風景、そうなんだよ、殺風景の部屋なんだよ、この部屋本当に何もない。スーさんハートありがとうございます。ありがとう。ふーたろうさん年越しそばありがとうございます。良いお年をもありがとう。良いお年を。私はまだ年越しそば食べてません。夜ご飯もちょっと食べるか分かんないや、年越しそば食べたいんですけど、全然別のもの食べる予定で、なんかもつ鍋をあの家で買ったって話してたじゃないですか。群馬にも買ってて、群馬にも送ってたんだよね。で、あの食べれてなくて、今日食べたくて、あの食べる予定、まあ、もつ鍋もそばも食べてもいいんですけど、一応あるっちゃあるんだけど、そばも、そばまで手が届くか分かんない。でもそばまで手が届いたら食べたいと思います。年越しそば食べない年本当に久しぶりなので、食べれたら食べたい気持ちです。食べるかもしれない、とりあえずまだ食べてない。けんしんさん花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。みんな食べましたか。かつさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。年、毎年一年一年早くなってる、本当だよね、早くなってる気しちゃうよね。こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。もつ鍋の締めはちゃんぽん、ちゃんぽん、あのラーメン系の麺を入れる予定らしいので、あのそれではないんだけど、まあ、もう完全に別物として食べるって感じだね、そば食べるとしたら。逃走中はね見る。でもあの今多分もう始まってるんじゃない、逃走中って。確か5時からだった気がするので、あの今は見ないです、今日は見ない、あの録画しています、まあ、見れたら見たいんだけど、もうこの時点でもう見れてないので、スタートをだから見ないかな、スタート見てないとちょっと嫌なので、あの録画していつか見ようと思います。この年始の方があの時間があったりもするので、年始もいいよね。年末も、年末はもうみんなでワイワイ見れる感じのテレビをつけるかもしれない。わかんない、 なんだろう、何がやってるんだろう。あんま今年のテレビ状況詳しくないな。逃走中見れって意気込みすぎてて、他のテレビ番組状況全然わかんない。でもあれかな、ガキツカとかやるんかな、紅白とかかな今日は。こんばんは、来てくれてありがとうございます。やっほー、ありがとね。始まってるよね、過去の振り返りしか。ああそうなんだ、いやでもまあ大丈夫、私見ないそんななんか逃走中見なきゃみたいな感じで配信終わるみたいなことは今日は別にないので安心してください。純一花火ありがとうございます。ありがとう、打ち上げ花火たくさんありがとう。ガキ使ってもうやってないんだ、なくなってから見るものない。そうなの、じゃあ紅白じゃない、他でもわかんない。逃走中今年やってるよ。あとなんか昨日そういえばあの告知CM みたいなので、鬼退治みたいなやつめっちゃ見たな。今日鬼退治の日なんじゃない、わかんない、なんかそういう番組の告知 CM みたいなのめちゃくちゃ見た、見かけた気する。お疲れ様です、ありがとうございます。みんなはどんな31日今日の夜を過ごすんだろう、どんな今日の夜を過ごす予定なんですか。こんにちは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ありがとう。2022年も今日で終わりということで、2022年を振り返ろうと思ったんですけど、今年は本当にいろんなことがあった1年間でしたね。本当にめちゃめちゃいろんなことがあったなっていうか、なんかなんだろうな、活動としては、不純文学少女歌劇団はさ、まだ始まって、まあ、半年経ったけど半年しか経ってなくて、活動量っていうよりかは濃さだったと思うんですけど、なんか本当にラッサイも半分、6月までラッサイでの活動もあったから、ちょうど半々くらいで活動がもうガラッと変わるみたいな、
本当にいろんなことがあった1年間でした。それからさん、花火ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。逃走中見ますかね。うん、おすすめではある。絶対面白いと思う。鬼退治も面白そうだけど、なんかどんな番組なのかあんまよく分かってないです。こんばんは、お疲れ様です。来てくれてありがとうございます。紅白もどなたが出てるのやらそんなにそんな詳しくない感じなの。私もあんま分かんないけど、あんまり詳しくはないですけど、どうなんだろう。でも多分すごくいろんな方がいろんな方が出ると思う。日本を代表してくださる歌手の方々がたくさん出てくれると思う。ボルさん、年越しそばありがとうございます。ありがとう。クレチカさん、ハートありがとうございます。ありがとう。2022年超ざっくり振り返るとちょっとだけメモしたんだよね。1月まず今年はうさぎ、あ、間違えた、虎年、ね、牛虎、そう、虎年ということで虎年がスタートし、年始はすごいありがたいことにライブに出演させていただいて、 NPP かなと、あとロピロピのライブに2、4って出演させてもらって、17日とかにも真っ白なキャンパスさんとの対バンライブとか、1月22日にリアルトーク会とかもしているので、めちゃめちゃラスアイっていう活動をめちゃめちゃしたさせてもらったり、あとライブにめちゃめちゃ出演させていただいた月でしたね。1月超充実してました。めちゃくちゃ楽しかった思い出が1月にはめっちゃあります。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ありがとう。そう、ライブでね、いっぱいの月だったし、あと1月22日にリアルトーク会があったので、あれの格好とかして、巫女さんの格好したりとか、マナとお揃いのワンピース着たりとかして、めっちゃそれも楽しかったです。ラスアイとしての活動がめっちゃできて、なんかいいスタートになるかなっていう1月でした。こんにちは。そして2月はもうほんとざっくりなのであれなんですけど、まあ、1月はライブをたくさん出演できたっていう1ヶ月で、2月は玉読みの舞台があったので、玉読み出演がすごい大きい1ヶ月間でしたね。そうだね、ザバスめっちゃ飲んでたし、玉読みの稽古期間とかも入ってたから、玉読みって感じの、超玉読みって感じの1ヶ月でした。そうですね、玉読みは2までやらせてもらってたので、自分は1と2でキャラが変わったんですけど、そのなんて言うんだろうな、こうなんか部活動の話だから、野球の話だったじゃないですか。だからなんかすごい青春を感じました。なんか私部活とかあんまり入ったことなかったので、中学の時に陸上部くらいで、あんまり部活動っていう経験もなかったから、すごいなんか部活運動の話でなんか部活動を感じたというか、なんかめっちゃ青春を感じましたね。なんか玉読みの期間は本当になんか学校感がすごいありました。私的にめちゃくちゃ楽しかったです。玉読み、まあ、大変なこともあったんですけど、なんかもともとあるキャラクターをなんかこう演じるっていう舞台だったから、その小林依里ちゃんとか、まあその一個前だった浅井佳代子ちゃんのこととかをいろいろ知って、好きになって研究していくみたいな方法でというか、向き合った舞台だったので、それもいろいろ大変なこともあったんですけど、めっちゃ楽しかったです。ロミオさん、花火ありがとうございます。ありがとう。ブラックチェイサーさん、花火ありがとうございます。アイアイさん、ハートありがとうございます。ありがとう。玉読み2見に行けてよかった。ありがとう、見に来てくれて。ザバスめちゃくちゃ飲ませてもらったです。本当にいろんな美味しいザバスの味を知れたし、めっちゃ美味しかったよね本当に。そして3月3月は本当にちょっと驚きの3月。3月9日忘れはしないもう忘れはしないよ本当に。ラスアイの解散発表が3月9日に、まあ、みんなの元に発表されたのが多分3月9日だったと思うので、衝撃の発表ですよね。本当にショックでしたね。これはショックって言っていいと思うんだよね。ショックでした本当に。もう、なかなか本当にこんなになんて言うんだろうな、
本当に何て言ったらいいかわからない感情になったのは本当に初めてっていうくらい、あのびっくりさせてしまったと思うし、まあ、自分たちも本当にかなりショッキングなあの発表のあった1ヶ月にはなりました。3月はもうラッサイ解散発表しか書いてないこのメモに本当にそれであの心がすごいあの持っていかれました。あ、でも手形会とかオンライントーク会とかしてますね。手形会とかすごい懐かしくない？楽しかったよね手形会。あのわかんない、みんな楽しんでくれてたらいいなって思うんですけど、私たち本当私結構テンション上がったよね手形会。毎回さあの手形が押せるなんてみたいな感じでさ、あの結構なかなかないイベントだったから楽しかった。私手形会するの好きだった。こんにちは、来てくれてありがとうございます。間違えた829日連続開始おめでとう、ありがとうございます。メロンパンさん、花火ありがとうございます。ありがとう。手形飾ってる、本当ありがとう。キーさん、レインボースターありがとうございます。829日かな、ありがとうございます。みんな見に来てくれてありがとう。あちゅうさん、花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。そうそうそう、そうだよね、あ、マーキーの余韻浸ってる中での将棋キャップ、そうだよね、そのくらいの時期だったもんね。結構ライブとかにたくさん出演させてもらってて、自分自身なんか結構ラスアイとしてのメンバーとしてこれからだ、これからだというか、まあ、頑張るぞっていう気持ちがすごい膨らんでいってる中での活動終了発表だったので、自分的にも本当に受け入れがたい、受け入れられないあの発表ではあったかな正直。ケンシンさん、花火ありがとうございます。ありがとう。ガミガミ流れ星ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。3月10日誕生日前日申し訳なさすぎるいやごめん、笑ってないよ、ごめんなさい。あのもう本当申し訳ないなっていう気持ちの、もうあの悲しい笑い、もう本当に申し訳ない、そんな気持ちで誕生日迎えさせちゃったって、なんかもう悔しいわ、ごめんね本当に。そして4月はラストラスヨロ、あそうそう、ラスアイよろしく、あのずっと放送させていただいていたテレ朝さんのラスアイよろしくの番組の 最終収録をして、あの、まあ、ラスアイカフェとかもあったんですけどね、ラスヨロの最後の収録本当に忘れられない。なんかあ終わりなんだなってちょっと初めて思う実感が湧いた瞬間だったから、なんかあの日のラスヨロの収録がなんか未だに一番なんか現実的に終わっちゃうんだっていうのを受け入れ始めた日だったなっていう、だからなんか書いちゃってるメモに、ラスヨロのラスト収録で結構お世話になった方々、あのスタッフさんとかも含めてメンバーとかもなんですけど、全員で写真を撮ったんですよね。その時みんな涙をこらえながら、なんか頑張ってっていうか、その涙をこらえながら笑って写真撮ったのすっごい忘れられませんあちゅうさん、花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そうね、そうだね、まあそんな感じなんだよね。そこから、まあ、4月でそういうことがあって、まあ、5月も、まあ、仙台に行かせてもらったり、名古屋のライブに出演させてもらったり、愛知県か、いろいろとあったんですけど、まあラスアイの解散発表っていうのがあったから、そうだね、あとボクソラの MV 撮影したりとか、めっちゃいろんなことがもう、だからなんて言ったらいいのかな、こうラストアイドルとしての活動の終わりに向かって、悲しいことなんだけど終わりに向かってめちゃくちゃ忙しくなっていったんだよね、その辺の時期から。4月5月、まあ、6月に解散になっちゃってるから、まあ、4月5月が本当にラスアイの解散に向かっての忙しいっていう、あの切なくもあり、もう最後だっていうあれでもあるんですけど、すごいバタバタしたなっていう思い出でした。まあ切なさもありの楽しさもありって感じだったから、すごい複雑な気持ちだった。めちゃくちゃ複雑な気持ちでしたけど楽しかったです。楽しいって思っちゃうんだよね、やっぱりアイドル活動がすごい好きだったから、ラスアイが好きだったから、本当に悲しいことに向かって進んでいるのに、いっぱいみんなと活動できたり、毎日忙しくラスアイのことができることが嬉しくもあった。なんか複雑だったんですよね、本当に何とも言えない本当に。でもラスアイでの活動を悔いなく終わりたいっていう気持ちで一生懸命頑張ってたって感じだったかもしれないです。もうただひたすら
楽しみながらなんていうのかな、頑張るっていう感じの日々だったかもしれない。まあそうだね、忙しすぎて悲しむ暇なかったので、まあでもまあ確かにそれもちょっと正直あるかもしれない。結構ずっとバタバタしてたので、なんかもう1日3日とか家で考え込むみたいな日はなかったから、確かになんか目まぐるしく日々が過ぎてったかも、ちょっと確かにあるかもしれない、知れないですね。でまあ6月、8月、7月はまあ自分の誕生日月でもあったので皆さんにお祝いしてもらえたりとか、すごく嬉しかったです。本当に毎年私のお誕生日お祝いしてくれてありがとうございます。7月はね、まあ、なんていうのかな、6月にちょっと3日間くらい自分の中でいろいろ考えさせていただく時間をもらって、聞こえてたかな、多分止まってたかな配信。私が6月くらいに6月くらいというか6月に3日間くらい自分の今後の活動について考えさせてもらう時間をいただいて、まあ、6月の上旬からまた配信とかをさせてもらって、前向きに芸能活動していきたいっていう気持ちで、まあ、配信とかさせてもらってたんですけど、何者でもない、まあ、ラストアイドル高橋みみとかラスアイとかっていうあれがなくなっちゃった、ただの私のこともずっと応援してくれた皆さんが言ってくれたおかげで、まあ、8月に富士文学少女歌劇団としての活動、まあアーシャ撮るとかそういうことから始まって、まあ、9月にまあ、稽古とかもあっての9月に初めての公演を9月2日から11日でできたということで、富士文学少女歌劇団として活動を始めることを決めた下半期今ごめんざっくりもう上半期からさえ下半期が富士文学少女歌劇団って感じなんですけど、そういう下半期を過ごすことができました。ここで頑張るぞって新しく新しい景色をみんなと見に行きたいなって思えた場所が富士文学少女歌劇団だったので、自分でここの場所で活動するって決められて、いいスタートを切らせてもらいました。みんながたくさん応援してくれて、毎日たくさんの方が会場にも見に来てくれて、富士文学少女歌劇団のスタート活動がスタートできて感謝してます。本当にありがとう。本当にそうね、こんにちは、来てくれてありがとうございます。そうね、バッテリーではない、なんだろう今日止まっちゃうんだよねちょいちょい。こんばんは、来てくれてありがとうございます。そうそう、オンリーボックスは私はまだやってないかな。自分がオンリーボックス初めてやったの多分8月からだと思うので、8月からオンリーボックスもやらせてもらったかな。で、まあ、9月に公演があって、まあ、そこからは不純文学少女劇団ではなんて言うんですかね、まあ、月に1回オンリーボックスでみんなとお話しさせてもらったりとかしてたんだけど、それはまあ高橋みみとしてやってて、不純文学少女歌劇団としてはあんまりこう日本、まあ、タイに行かせてもらったのがすごい大きかったのであれなんですけど、日本ではねあんまりみんなにこうなんていうのかな、みんなにすごくなんか楽しんでもらえるようなイベントの回数で言ったら全然少なかったと思うので、でもそれでもすごく富士文学少女歌劇団の次の公演が見たいとか、すごい東京コミコンとかもね楽しみにしてくれてた皆さんがいてくれたおかげですごい嬉しかったです。ありがとうございます。自分的には初めて海外にお仕事で行けたっていう、タイの1週間遠征もすごいだいぶ記憶深いですね。初めてだったから海外に、で海外に行ったことすらそれまで1回しかなくて、まあ、全然タイとかではなかったから、全然本当に初めての場所に行くっていう驚きましたってタイだけど、まさか海外に行けると思ってなかったのですごい嬉しかったし、初めてで見る景色を目指してもらったなって思ってます。タイでの1週間もすごい思い出深かったなって思います。ただ不純文学少女歌劇団としてはまだまだみんなにいろいろと楽しい気持ちとかワクワクする感情になってもらいたいなって思うので、2023年の目標というか、これからもっとみんなに楽しんでもらえる活動ができるように頑張りたいなっていう気持ちであります。まあ、ざっくり言うとこんな感じですね。1年の思い出っていうか、まあ、いろいろあるんですけどね、細かいこと言っちゃったらもっとこのイベントこのイベントとかいろんなことあったんですけど、まあ自分的にだいぶ端折っちゃったな、だいぶ端折っちゃったんだよね
だって5月のさ末っていうかラスアイの最後のライブのこととかさ、あのリアルトークのこととか全然触れられてないので、あのめちゃめちゃ端折ってるんですけど、まあ、大体この月に何があった的な話はこんな感じです。いろんなことがありましたねこの1年間。あっちゅさん花火ありがとうございます。ありがとうありがとうね、活動再開嬉しかった、ありがとう、本当に嬉しかったです。芸能活動を続けてくれて本当にありがとう、こちらこそありがとうございます、嬉しいです、ありがとうね、本当にありがとう。あっちゅさん花火ありがとうございます、ありがとう。こんなに濃い1年ないんじゃない。そうだね、なんか活動量とかっていうよりかは精神的に、精神的って言うとなんか病んでるみたいな言い方になっちゃうんだよな、なんて言ったらいいんだろう。でも感情が動いた1年だったと思います本当に。こんなになんか現実を受け入れたり自分自身と向き合ったりなんか決断するとかなんかそういう1年を過ごしたのは本当に初めてだった。もう波乱万丈というか、結構1年間すごい生きたなって感じを感じるというか、なんかすごい感情を動かされた1年でありました。本当にジェットコースターだよ、本当にジェットコースター1年だった。5月は東京で泣いてた、はい、ん?泣いてた記憶、ああそういうことか、ごめんね泣かせちゃって辛い、本当にみんなを泣かせてしまうなんて本当だよね。でも泣いたり笑ったり本当にいろんなことしたな、本当に泣いたり笑ったりした本当にこんなになんかでもすごいことだよね。なんかこれまでの人生、まあラスアイの解散の時とかも話したと思うんですけど、すごい思い出深いんですけど、あのなんだフェアエルパーティーが終わってショールーム、あのラストにできるラスアイの高橋みゆとしてラストにできるっていう時にすごい1時まで配信していいみたいな、シンデレラタイム1時間延長みたいなあったじゃないですか。あの日にも話したのすごい覚えてるんですけど、なんかこんななんか今までの人生はそんなになんか泣いたり笑ったりすることそんなになかった。なんか別に笑ったり泣いたりしてたんですけど、なんかこうなんて言ったらいいんだろうな、そんなに大変なことだったらやらないって生きてきたというか、ラスアイでの活動の前までなんかそんなに感情が動くようなことしてきてなかったので、なんか部活やってたわけでもないし、まあ、バイトとかやってたけど別にバイトでそんなもうなんかすっごいあのお客さんに怒られるとかさ、そういうことがあったりして落ち込むとかあっても別にそんなの大したことじゃなかったんですよね今思い返すと。その時からしたらやばいことだったかもしれないんですけど、なんかそれまでの人生本当にそのレベルでなんかあんまりそんなになんかやばいようなあのこととかは知ってこなかったというか、自分の感情がこんなになるようなことに挑戦したことがなかったんですよね、良くも悪くも。なので本当にラスアイに入って自分の感情がこんなになんか生き生きできるんだっていうことを知れたというか、なんかこんなになんか、うん、悔しいとか楽しいとか悲しいとか自我があったりとか、自分ってこんな気持ちを持ってるんだっていうことを知れてすごい嬉しかったし、なんか自分が想像してる以上になんかこういうみんなとなんかみんなとなんか目標に向かって頑張れたり応援してもらえたりできるようななんかやりがいの持てるこういう活動がすごい自分は好きだったんだっていうことにも気づけて、応援してくれるみんながいてくれたからできたことだけど、不純文学少女歌劇団の活動もしたいなって、また新しいスタート切りたいなって思えたのもあるし、なんか自分の自我をすごい持つことができた、もうできてたんだなっていうのに気づかされたりもした1年でした。初めて来てくれた方々ありがとうございます。なんか暗いこの部屋、でもどうにもできないんだよな。初めて来てくれた方ありがとうございます。雪どう違うよねきっと。ヨーグルトさん、花火ありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。5月あっという間だった、本当だね、結構ね1ヶ月1ヶ月あっという間だった。今年1年間いろいろと濃すぎる、本当だよね、どう振り返っていいのかも分かんないくらいなんかいろんなことがありすぎた。でもなんか本当にどんな時でもあのそばで支えてくれたファンの方がいてくれたから本当に乗り越えられたと思います、乗り越えてこれた、一個一個のことを乗り越えてこれたと本当に思っています。本当に本当に今年1年支えてくれてありがとうございました、本当にありがとう
おかげでなんかいろんなことがあったけど楽しかった1年だったなって思えるので、本当にみんなのおかげだと心から思っています。ありがとうございます。こんにちは、来てくれてありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。来年は不純文学少女歌劇団としてももっとみんなに自分たちも頑張って活動の幅を広げられるように頑張っていくので、みんなともっともっと楽しい思い出が作れる1年になったらいいなって思っていますので、2023年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。2022年は本当にそうだね、みみちゃんのおかげで楽しかった、よかった、応援できて幸せ、ありがとう、嬉しいです。私もみんなのおかげで楽しかった、本当にありがとうね。濃い1年だったからこそ絆が深まった、そうだね、本当に本当に本当に絆が深まったよね。メンバーともファンの方とも絆が深まった1年だったと思っています。去年じゃない今年だ。あ、ケイさん、ストーブありがとうございます。ストーブありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。今年の感じは信じるっていう感じにさせてもらってたんですけど、自分の中で勝手になんですけど、1年を締めくくる感じみたいなのを、あ、間違った、1年の目標感じみたいなのを作ってて、今年やばい言葉が、今年の感じは信じるっていう感じだったんですけど、今年1年間私のことを信じて応援してくださった皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。まあ、私的には正直もう信じてラッサイ1月はね、まだ解散発表本当に知らなかったから、ラッサイを信じて頑張っていくっていう気持ちで、まあ、正直つけた信じるだったので、あとファンの方とに信じてもらえるような人になりたいっていうのもあったし、まあ、ラッサイでなんか選抜になりたいとかっていう目標も持ってたので、まあ、ラッサイを信じて頑張るぞっていう気持ちも結構な気持ちで入ってたの で大丈夫かな今年の感じってちょっと途中でってなったりもしたんですけど、まあ、最終的に自分自身のことも信じて頑張れたし、ファンの方のことも私は信じていたし、信じるっていう感じにできてよかったなって思ってます。ちょっと途中びっくりしちゃったけどね、やばい今年の感じってちょっと汗したんですけど、よかったです。こんにちは、来てくれてありがとうございます。12月31日は年がぐちゃぐちゃに、そうなんかもう去年みたいな感覚で喋ってたけど、今日までは今年だみたいなぐちゃぐちゃ、継続してくれたのが一番良かった、本当ありがとう、そう言ってくれて本当に嬉しく思います、ありがとうございます。来年の感じは決めてるんですけど、明日発表させてもらえたら嬉しいなと思います。明日発表します。マロさん、良いお年を、ありがとうございます。良いお年を、ありがとうございます。信じてる、ありがとう、信じてくれてありがとう。自分の運命を信じないと、どういうこと？運命信じたいってこと？不純の歌？じゅんさん、良いお年を、ありがとうございます。良いお年を、ありがとう。書き初めはしません。ズバリ書き初めはしたことはあんまりないですね。お正月に書き初めする、あれは高橋家はあんまりないんだよね。でもする人もいるのかな。書き初めめっちゃいいスタートですね。なんか精神統一できてめっちゃ良さそう。書き初めしたいですね。ただしません。色紙に書いてるんですよね、私今年の漢字みたいな。毎年なんだかんだで、ね、書いてるんですけど、今年の漢字も色紙には書きました。あ、今年じゃない、来年、来年の漢字色紙には書きましたので、今日の深夜、明日の深夜12時超えたら SNS に載せます。さきこちゃん、良いお年を、ありがとうございます。ありがとう。ニーナリンゴさん、花火ありがとうございます。ありがとう。ポタさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。まあ全然筆とかじゃないので全然普通の字なんですけど、書き初めとかしたかった気持ち、書き初めしてみたいな。まあ字全然綺麗じゃないからあれだけど、おみくじ引く、わかんない、おみくじ引くかな、おみくじね引くか分かりません。引きますか皆さん、年明けだよね。でもおみくじとか引くのはするかな。あ、ってかあれか、あれだよね、おみくじっていうか、なんて言うんだっけあれ、あ、やばい、ドアスしちゃった、
ああいうのってなんて言うんだっけ、甘酒、あ、初詣、それそれそう、初詣とか行くかってことよね。初詣行ったらおみくじもするよね。まあ絶対的イコールではないですけど、それ大体そうだもんね。初詣行くと思う。おみくじもできればしたいと思います。初詣っていつぐらいまでに行くんだろう。行かないかもちょっとまだ分かんないです。でも大体なんか3日くらいまでに行くイメージだな。ね、そんな気しない？だって5日とかからさ、お仕事とか始まるもんね。3日4日までくらいには行くイメージなので、ちょっと行けるか分かんないんですけど、行けたら行きたい。おみくじも引けるなら引きたい。おみくじ引きたいよね。初詣って甘酒飲むイメージ私結構あるんですけど、甘酒飲まない？ソイカラさん、良いお年をありがとうございます。ケンシンさん、良いお年をありがとうございます。ありがとう。群馬はね、もう明日帰るので、初詣群馬ではしません。明日の朝には帰るんだ。朝にはというか朝出る感じ、昼までに出て神奈川に帰るつもりなので、初詣は群馬ではしない。こんばんは、来てくれてありがとうございます。お疲れ様です。目が乾燥、ありがとう。神社で甘酒もらえるイメージ、そうだよね。年越しそばは食べないかもしれません。わかんないちょっとわかんないんだよね。食べれたら食べたいって感じですごめんなさい、はっきりしなくて本当に決まってないんだよね。別のものを食べる予定で、でもそばも食べたいよねみたいな気持ちで今ちょっと揺れてる。どうやってそばも食べながらもつ鍋も食べようみたいな気持ちと戦ってるって感じ。ただお正月、年末年始、年末だからかわかんないけど、もうなんか誰かもツイート、みっぽちゃんかなツイートしてて、共感共感って思ったけど、もう胃袋がもうバグってますね。いくらでも食べれるし、ずっと食べてる感じになっちゃうから怖いです本当に。西野みなみさん、年越しそばありがとうございます。ありがとう。年越しそばありがとう。良いお年を、良いお年を、ありがとうございます。ジュアの鐘はね、いやわかんないな、ごめんなさい、じゃはっきりしなさすぎて申し訳ない。行くかわかんないですね、その時次第って感じ。結構なんかもうすごい計画性のあるっていうよりかは、なんかゆるゆるっと群馬の時は過ごす感じなので、その時行こうってなったら行くかもしれない。ただわかんない、寒いね、ほんと寒いわ毎日。だからちょっと行くの躊躇しちゃうかも。初めて来てくれた方ありがとうございます。こんにちは、来てくれてありがとうね。2022年も終わってしまいますが、2023年も配信お待ちしております。ありがとうございます。はじめましてです。もつ鍋にそば、どうなんだろう、合うのかな合わなそうって思ってしまうけど、でもどうなんだろう、鴨そばとかさ、にしんそばとかさ、もちそばとかあるからね。もつそばもね、食わず嫌いっていうか、考えたことないだけかもしれない。合うかもしれないね。こんにちは。サチはね、いないんだ今ここに。散歩行っちゃってる今。まだ帰ってきてないと思う。ガチャガチャ聞こえないから、多分まだ帰ってきてないと思う。いとことお姉ちゃんと親戚たちで行ってくれてるので、多分長いこと散歩させてる気がするな。でも多分確かに結構めっちゃ経ったね。40分経ってるけどまだ帰ってきてないのかな。めっちゃ散歩するやん。朝私散歩行ったんですけど、朝も40分くらい歩かせたっていうか散歩させてたんですけどね。めっちゃ幸歩く。でもね、群馬楽しいっぽい。なんかね、結構畑とか近くにあって、自然なんだよね。すごい自然が豊かで、自分の地元よりもすごいなんか幸が多分歩いてて楽しい道が多くて、なんか多分楽しいんだと思うこんにちは、来てくれてありがとうございます。さっち、車の中めっちゃくちゃおとなしい。本当にびっくりするからいい子にしてくれるんですよね。すっごいいい子。ワンとかも吠えなければ車酔いもしないし、本当に静かにしてくれる。なんか結局群馬は一昨日の夜来てて、昨日行こうか一昨日の夜行こうか悩んでて、昨日の朝からだと多分すごい混むから、帰省ラッシュで混むから、一昨日の夜中に出たんですけど、すごいあっという間に着いた。すごい空いてました。なんかいつも群馬行くとき大体車で4時間くらいかかるんですよね。でまあ犬いるからパーキングとかにも寄って、まあ、散歩させてあげてなんか行くみたいな、まあゆっくり行くっていうのも込みなんですけど、まあ、4時間ちょっとくらいかかったりするんですけど、もう2時間半くらいで着きましたね。夜中だったっていうのもあるんだけど、すごいスイスイ行けて、だから休憩もしないでぶっ通しで行ったけど、サチもう本当にいい子にしてくれて寝てましたサチ車の中超いい子。そうサチは裸足だよ。裸だし服着せ
ってくれないタイプの犬なので、裸だし裸足だしもうスッって感じ寒いだろうにって感じではあるけど、まあ犬は強しだね。まあでもさ、犬ってまあ強いとは思うけど、サチはずっと室内で飼っちゃってるから普通に外は寒いだろうよね、きっと。こんにちは、来てくれてありがとうございます。窓から顔出さないね、出さないな。本当にただくるってくるまって寝ている、車の中で。結構いい子にしてるね。佐藤翔さん、良いお年をありがとうございます。良いお年をありがとうございます。ありがとう。さっちゃんなかなか帰ってこない。この時期の群馬は風きつそうだね。なんか空っ風っていうのがすごくて、今日はでもすごい暖かかった。なんか外日中上着、まあ、ちょっと出かけるくらいだったら上着いらないなってくらいだったから、今日は結構ポカポカ日和でしたけど、昨日はすごい寒かったですね。風が吹いたらもう冷たみたいな、耳当てほしいみたいな感じでした。でもこれからだからね、寒さまだまだ1月2月頑張って乗り越えていきましょうね。のぼるさん、良いお年をありがとうございます。ありがとう。なんかこれ見えるのすごい気になっちゃう、ごめんね。ありがとう。みんな良い年越しを過ごしてくださいね。みんなはどんな年越しを過ごすのかあれですけど、あのお蕎麦お蕎麦食べれたら食べてくださいね、年越し蕎麦。なんか今日スーパー行ったんですけど、買い出しでスーパー行ったらすごいあの天ぷらとかのゾーンがすごかった。なんかエビ天すごかったわ。いっぱい売られてたし、いっぱい買われてた。みんな年越しそばを食べるんだなって横目で見ながら思ったから、みんな年越しそばを食べてください。食べれるよという方は。なんで年越しそばなんだろう、なんでそばなんだろうね。あんまり詳しくないけどそば好きだから。しゅうきちさん、ハートありがとうございます。花火もありがとうございます。ありがとう。ジュアの鐘を鳴らしに行く人もいるのかな。あとはなんだ、紅白とかテレビとかいろいろ見て過ごすよっていう方もいるのかなって思うんですけど、ゆっくり過ごしてください。ゆっくり過ごせる方は。でもさ、あれだよね、明日からもうお仕事の方もいると思うから、それこそなんか初売りに行かなきゃいけないとかっていう方とかもいると思うし、初売りがあるようなお店の方とかは多分明日すごい忙しかったりもするかもしれないし、みんながみんな休めるわけじゃないと思うんですけども、夜はあの今日お仕事納めだもんね、きっと。仕事納めの人がほとんどだ。仕事収まってるなんて言ったらいいんだ。今日はとりあえず仕事納めですからね。今日の夜はゆっくり過ごしてください。ガミガミ良いお年をありがとうございます。リンタロ良いお年をありがとうございます。お肉もいいじゃん、食べたい食べたい。いいじゃん、お肉で締めよう今年。キーさん、良いお年をありがとうございます。今年はあの私はあのショールームでの年越しはないので、この配信が今日っていうか今年ラストの配信になります。すみませんがよろしくお願いします。こんにちは。でもジャンプするかも私。どうだろう、あの普通にねジャンプするかもしれないけど、みんなするジャンプしますか、年越す瞬間は。ジャンプってしますか。今までの年は結構してるので、今年もジャンプはしようかなと思います。お昼にそば食べたし、夜ご飯何食べよう。そっか、昼にそば食べちゃった場合夜難しいね。夜はもう最後の2022年最後の晩餐ということで、もう好きなもの食べるしかないね。なんでジャンプする、わかんない、なんでだろうね。なんか今年の始まり地球にいなかったって多分言いたいだけ私は言いたいだけで飛んでた今まで。特になんかそれ以上の理由はなかったかもしれない。ペコちゃん、ハートありがとうございます。ありがとう。でもなんか飛んじゃうよね、なんか飛ぶしかないって思っちゃうよね。食べてばっかで太る気しかしない。もう1月年末年始はもういいんじゃないかな、太っても。なんかもうその後なんとかしようちょっとなんかせっかくこういうなんか楽しいっていう時にさ、あーちょっとでもって思う感情がさ、なんかちょっと悲しいっていうか別にいいんだけどさ、なんかね、なんか切ないからさ、もういいよ、年末年始は食べちゃえ食べちゃえっていう気持ちですね。こんばんは、来てくれてありがとうございます。お疲れ様です、ありがとう。でもまあ今年もね、本当に本当に1年間お世話になりました。来年もよろしくお願いします。皆様来年も楽しく活動し続けられたら嬉しいなって思っているので、皆様来年もよろしくお願いします。一緒に楽しんでいきましょう、毎日を。よろしくお願いします。1年間楽しかったです、ありがとう。こちらこそ本当に本当に楽しかったです、ありがとう。
皆さん1年間お疲れ様でした。本当に私の活動の話ばっかりしちゃってあれだったけど、本当にみんなもそれぞれたくさんこの1年間いろんなことがあったと思うんですよね。お仕事でなんかいろんな大変なこともあったと思うし、楽しいこととかもあったかもしれないし、あったと思うし、野菜でのね驚かせてしまったりとか、みんなにもすごいいろんな気持ちにさせてしまったり、みんなもそれぞれ私生活でいろんなことがあったと思うんですけど、本当に本当にお疲れ様でした。皆さんはとても頑張っていて素敵です。今年頑張った皆様に拍手を捧げさせていただきたいと思います。やっぱ私縦拍手派なんだよね。こうやってやらないんだよね、絶対こうやってやっちゃうんですよね。拍手を捧げさせていただきました。ありがとうございます。本当にみんないつも忙しい中私の活動を応援してくれてありがとうございます。配信もね見に来てくれてありがとう。毎日同じ時間にやってるわけじゃないし、告知とかもあれなのに見に来てくれる方がいてくれることを本当にありがたく思っています。小江近さん、良いお年をありがとうございます。こじこじ年越しそばありがとうございます。小太郎さん、花火ありがとうございます。ありがとう。健心さん、年越しそばありがとうございます。ありがとう。さきこちゃん、年越しそばありがとうございます。ありがとう。ありがとう。健心さん、拍手ありがとうございます。ありがとう。小江近さん、お疲れありがとうございます。ありがとう。こじこじありがとう、ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです、ありがとうございます。 100% のそばは切れやすい。なんて読むんだっけこれ。なんとかを切って新しい年を迎える。あ、そう、あー、そう、あ、切れやすい。え、どういうこと。切れやすいのに。あ、なるほどね。良くなかったことを切って新しい1年を迎えようっていう気持ちで年越しそばを食べるってことか。なるほどね。あいあいさん、赤だるまありがとうございます。ありがとう。嬉しいです、ありがとうございます。お年玉欲しいです。私も欲しいです。お年玉欲しい。お年玉もらえるかな。もうでも絶対もらえません。むしろあげなくちゃいけない。親戚のいとこのお子様に会えたらお年玉をプレゼントしようと思います。でもポチ袋買ってないからちょっとやばいね。ポチ袋ってコンビニとかに持ってるのかな。でも可愛いポチ袋であげたかったんだよね、柴犬の。やばい、買えてない。でもお年玉あげれたらあげなくちゃいけない年なので多分もらえないと思うんですけど、お年玉は一応待ってみようと思います。サンタさんからのプレゼントも一応待ってました。で、来なかったですけどね。一応待ってみようと思います。無駄なあれですけど、一応待ってみる。災い。コンビニに売ってる。そうだよね。でもきっとさ、柴犬とか、うわーごめん、柴犬のとか売ってないんだろうななんて思っちゃったりして。ミミちゃんも大人で初めてだからお年玉とかあげるのちょっとワクワクしちゃう。いくらあげようって今思ってます。今年最後の配信来れてよかった。ありがとう。皆様来てくれて、そろそろですかね。皆さんが来年も良い1年になることを本当に願っています。素敵な1年をありがとうございました。ありがとう。お疲れ様です。じゃあラストにランキングを読んでいこうと思います。ありがとう。ペコちゃん、花火ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。小太郎さん、良いお年を。ありがとうございます。良いお年を。ありがとう。じゃあランキング読んでいこうと思います。13位ツーツン、ありがとうございます。ありがとう。そしてちょっと待ってね。12位ガミガミ、ありがとうございます。ありがとう。そして11位アチュさん、ありがとうございます。ありがとう。そして10位チョキマル、ありがとうございます。ありがとう。そして9位コレチカさん、ありがとうございます。ありがとう。そして8位タイ、ありがとうございます。ありがとう。そして7位ジュンイチ、ありがとうございます。ありがとう。そして6位コレチカさん、ありがとうございます。ありがとう。そして5位コジコジ、ありがとうございます。ありがとう。そして4位ペコシャン、ありがとうございます。ありがとう。そして3位ロミオさん、ありがとうございます。ありがとう。そして2位ケンシンさん、ありがとうございます。ありがとう。そして今日の1位はチャララララララン、キーさん、ありがとうございます。スキー、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとうございます。そして今日の33位賞はチャララ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 ン、東京ドームさん、おめでとうございます。ミショです、おめでとう。ありがとうございます。団長に登ってないよという方も見に来てくださってありがとうございました。本当にありがとう。団長に登ってないよっていう方も
毎日見に来てくれた方も、一度でも2022年配信に見に来てくれた方、本当に本当にありがとうございました。皆様2023年もよろしくお願いいたします。2022年も本当にありがとうね。ありがとう、本当楽しい一年を、良いお年をお過ごしください。またね、また来年、ありがとうございます。バイバイ、良いお年を、おやすみなさい、ありがとう、バイバイ、良いお年を。